Give Me Your Love Cry に続く宮崎薫の3ヶ月連続リリースの第3弾となる優しさに触れる旅にが2024年9月25日にデジタルリリースされる。優しさに触れる旅には宮崎薫の楽曲ビューティフルイエローを共作したミワフラワーとの再タッグにより生まれたバラードで、アレンジはザライト、カルマなどで、その独特のサウンドが定評のある下川和美が手掛けたものだ。日常の中で感じるぬくもりや愛しさ、別れの切なさが歌詞の中で綴られ、優しく繊細なボーカルとともに懐かしさを覚えるメロディーに共感できる情景が広がる。なお2024年12月16日に EX シアター六本木で開催される宮崎薫クリスマスライブのエルインハーモニー2024ワンマンライブの追加ゲストにザ・ジャズ・アベンジャーズから中園亜美、SS、寺地美穂、AS、若菜、AS、米沢美空、TS の出演が明らかとなった。宮崎薫クリスマスライブのエルインハーモニー2024年12月16日月曜日、会場18時、開演19時、 EX シアター六本木、東京都港区西麻布 1-2-9http://www.ex-theater.com ゲスト、クリス・ハート、中園亜美、 SS、寺地美穂、 AS、 若菜、 AS、 米沢美空、 TS from the Jazz Avengers バンドメンバー安中島、ミュージックディレクター GT 超桜田康弘、キーリレー高、ドクターズタルタノリキ、 MNP 千田大輔、ベース一般チケット7,700円、税込み学生チケット3,850円、税込みファミリー席着席指定11,000円、親一人子供1名、チケット一般発売日9月28日土曜日10時、チケット販売プレイガイド、チケットピア、ローソンチケット E プラステレ朝チケット、未就学児のお客様は保護者1名につき、保護者の膝上であれば1名様まで無料、席が必要な方は有料、入場時1ドリンク代別途600円必要、学生チケットは小学生、中学生、高校生が対象、当日会場の専用窓口にて身分証の提示が必要、公演日当日身分証をお忘れの方は学生席チケットの対象となりません、差額分お支払いいただきますのであらかじめご了承ください。身分証、学生証、マイナンバーカード、パスポート、保険証など、ファミリーチケットは先行販売期間内での販売となります。お子様連れのお客様のために指定席内に設ける着席指定のチケットになります。高校生までのお子様とその保護者を対象とします。保護者のみ、お子様のみでのご入場はできません。保護者1名につきお子様1名となります。ご入場時にはお子様の年齢が証明できるものをご提示いただきます。学生証、マイナンバーカード、パスポート、保険証など。公演日当日お子様の身分証をお忘れの方はファミリーチケットの対象となりません。差額をお支払いいただき、座席も変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。モンソゴー東京 http://www.sogotokyo.com/03-3405-9999 月度16時-19:00日曜、祝日を除く野外劇場、タオの丘2024、秋の感謝祭、宮崎薫ドラムタオ、A 組、2024年11月9日、土曜日10日、日曜日14時野外劇場、タオの丘出演、宮崎薫ドラムタオ。